国連総会の緊急特別会合が開催され、ロシア軍のウクライナからの即時撤退などを求める非難決議案を賛成多数で採択しました。中継です。採決を前にアメリカの国連大使はロシアを強く批判し、決議案への賛成を呼びかけました。 Today we call on Russia to stop its unprovoked, unjustified, unconscionable war. 3日目となった2日の会合でアメリカは、国連に目的があるとすれば戦争を非難し、防ぎ、止めることだと訴えました。またウクライナの国連大使がロシア軍の即時撤退などを求め、決議案は悪を止める障壁となると訴えると、議場から大きな拍手が送られました。これに対しロシアが採決の直前に侵攻の正当性を主張しましたが、決議案は141カ国の賛成で採択されました。一方、ロシアに加えベラルーシなど5カ国が反対し、35の国が棄権しました。決議には法的な拘束力はないものの、政治的な重みがあり、ロシアに対する国際社会からの圧力が強まっています。